こんにちは。Amazon サポーター、堀秀夫です。今日は Amazon から、真贋鑑定、ね、あるいは販売許可、そういうので領収書を要求された時の、注意事項というか、領収書を出してね、一方の領収書通ったけど、もう一方通らないというような相談がありました。なんででしょうということでね、チェックしてみたら、通らなかった方は、実店舗のないネットショップ、で、販売サイトも、正直、きちんとしたものは作ってない。で、もう片方はね、しっかりと店舗のある、店だったと。Amazon の方でもね、どういうとこから買ってるのかチェックしたときに、当然、きちんとした店舗がある。ね、理想はメーカーとかね、一次代理店ですけど、そうじゃなくてもね、少なくとも偽物でないというふうに判断するにはね、やっぱ信頼できる、販売先から買ってるというのが重要になります。これ特に数が増えてきたときにね、真贋鑑定ってのは結構来ますんで、そのときに、その商品、せっかく儲かってる商品扱えなくなっちゃうのはもったいないと。あるいはね、その信頼性の低い商品を、扱ってるとアカウントが危険になる。またはそもそもね、本物だと言ってるけどね、本物でないとか。あるいはね、消費期限とか賞味期限のあるものを期限切れ直前のものだけ売ってるというような仕入れ先もありますんでね、仕入れ先をね、Google とか、Google じゃないや、Amazon とかね、楽天あるいは Yahoo ショップなんかで仕入れるときは、そのショップ名を、ね、検索してどんなところかチェックしてから仕入れるようにしてください。このショップ大丈夫でしょうかというような相談もね、受け付けてますんで、もし気になる場合はご相談ください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。